神戸新は、日本の政治家、愛知県小牧市長、衆議院議員、愛知県会議員、篠岡村長などを歴任した、愛知県東春日ガ郡末村生まれ。1906年3月、小牧町小牧人城高等小学校を卒業。1929年3月、篠岡村会議員に就任。その後、愛知県会議員、篠岡村長などを務め、 1942年10月8日から1945年12月3日まで県会議長を務めた。戦後、最初に行われた1946年4月の第22回衆議院議員総選挙に、大選挙区制の旧愛知一区から日本、新ポト公認で立候補し初当選。第23回衆院選、第24回衆院選は出馬せず、 1952年10月の第25回衆議院議員総選挙に旧愛知2区から改新党公認で立候補するも時点で落選。1953年4月の第26回衆議院議員総選挙で2期目の当選を果たす。1955年2月の第27回衆議院議員総選挙に日本民主党公認で立候補するも時点で落選。 1956年7月の第4回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で立候補するも、時点で落選。1959年1月18日に行われた小牧市長選挙に立候補し初当選。2期目在職中の1967年7月13日、死去。74歳没。ありがとうございます。